文学部のゼミってどんななのかな。鈴木教授のゼミにお邪魔します。こんにちは。わあ、人がいっぱい。学生さんが発表してるみたい。教室広いからマイク使うんだね。さすが文学部だけあって女子がいっぱい。あ、男子もいる。ずいぶん年上の人もいるんだね。で、先生か。このゼミではどんなことをしているの？江戸時代の川柳について勉強しているんだよ。江戸時代の川柳っていうのは五七五で読む詩歌で、江戸時代の人たちの気持ちとか風俗とか社会の在り方とかそういうものを笑いを中心にして表現する詩歌なんだよ。一つの句の中にも言葉について調べてみたり、それをどういうふうに解釈するかとか、それからその社会的背景がどんなふうになっているかとか調べることがたくさんあるんだね。そういうふうにしてすごく言葉にこだわっていくっていうことが勉強になるんだよ。なぜまた川柳？五七五の 文芸としては俳諧があるんだけれども、俳諧はもうちょっと風雅な、なんていうのかな、こう美意識というかそういうものなんだね。それに比べると川柳っていうのは人間の生な心情とか、あるいは社会批判とか笑いとか、そういったもうちょっと俗っぽいものを扱ってるんだね。そういうものを読むことで江戸時代の人たちのより生な感情とか生活感覚とか、そういったものを勉強しようっていうのがこのゼミの目的なんだよ。どんな川柳について発表したの？おびんずる地蔵の短期笑っているという一つの句について調べて発表しました。おびんずるというのがあまり聞き慣れない言葉なので、それについてと、あと地蔵についてもあまり知られていない部分についていろいろ記述があったので、それについて調べました。面白いと思うのってどんな時？適当に辞書をくくっていたりして、初めて目にする情報を見つけた時なのです。他の人の発表を聞いているのってどう？物の見方ってやっぱり僕だと自分どうしても自分の興味のある方向からしか切り込まないってことがあるんですけれども、一つのことでもこの人こういう調べ方をするのかとか、こういう手法で当たっていくのかってことが分かって、やはり自分だけで独学で本を読んでるのとは違う刺激が与えられますね。どうしてこのゼミ取ったの？私は、日本の古典がやりたいなと思っていたんですけれども、その中でも江戸の文化というものに興味があったので、それを専門にしてらっしゃる鈴木先生のゼミを選びました。鈴木先生ってどんな人？温和で優しくてフレンドリーな先生。その人柄はすごく生徒に、学生に人気があります。このゼミの特徴は何？このゼミは文学部のゼミだから、言葉の一つ一つにこだわって文学的に考えるっていうことが大事なんだけど、ただそれだけじゃなくて、江戸時代の社会の在り方とか宗教とか風俗とか、そういったもうちょっと文化的な風に広げた視野から、文学作品を考えていくっていうところが、特色じゃないかなと思っています。皆さん、ありがとう。お邪魔しました。バイバーイ。